木村和也は、熊本放送の男性アナウンサーである。妻は、タレントの宮川真美。東京都国立市生まれ、実家は駅前で薬局を経営。国立市立国立第一中学校を経て、1991年、整形大学工学部経営工学科卒業。TBS の採用試験を受験するも、不採用、同じ TBS 系列の熊本放送に採用される。 2019年4月から2021年にかけて報道制作局アナウンス部長を務めた。2021年4月からは報道制作局専門部長を務める。木村はアナウンサー生活10年目に入った2001年3月14日、自身が当時担当していた番組土予定の取材でパラグライダーを初体験。着地前に5メートルの突風が吹き、5メートルの高さから 墜落。第三腰椎を圧迫骨折、脊髄損傷を引き起こし、両下肢麻痺になり、両足に障害を抱えるというアクシデントに見舞われた。担当医師から、歩けるようになる可能性は1%。しかし、その1%にかけるかはあなた次第と宣告。以来237日間の入院生活を余儀なくされたが、リハビリに懸命に打ち込み、同年11月には、 仕事に復帰できるまでになった。入院生活時の木村の心の葛藤は自身の闘病日記に記され、さらに2004年11月には熊本日日新聞社から再起可能というタイトルで書籍化された。またこの本の中に登場する彼女とは後に妻となる宮川真美のことである。入院している間、親友であり、土曜、天で共演していた。 亀吉は1日も見舞いを欠かさなかったという、著書を出版後、精力的に講演活動を展開。講演のテーマは、再起可能。トップクラスの講演回数を誇っており、講演は、レギュラー番組のない土日や、平日の午前などに行っている。通称、キムカズ。熊本県民に人気のアナウンサーである。身長165センチメートル。 ボーイスカウトに12年在籍していたこともあり、手旗とロープ結びの達人である。ザウの名は、なせばなる。愛車は、ボルボ v 40。趣味は、釣りと、陶芸、料理。熊本の情報誌、タウン情報熊本の中で、小柄でありながら2007年度から3年連続で、人気ローカルアナ第1位に選ばれた。自身が司会を務める、夕方一番の企画で、 K&K と3人で登場するとき、3K と呼ばれることがある。私生活では2008年、地元熊本で TV や CM などで活躍しているタレントの宮川真美と8年の交際期間を経て結婚。同年4月に r k k ワイド夕方一番の番組出演者11人を前に結婚を発表。4ヶ月後の8月6日放送の同番組内で重大発表と称し、 視聴者に向けて結婚を報告。同年10月に挙式を挙げた。宮川とは、木村が戦術の脊椎損傷で入院していた時から付き合い始めていたという、一児の父でもある。ありがとうございます。